人かなネーム、すみのりさんからいただきました。ありがとうございます。かなたん、もふもふ、もふもふ。先日、ゆいかおりのセカンドアルバム、バニーが発売されましたね。知らない、そうなんだ。今回のアルバムに付属された PV 集は、ゆいかおりの初のブルーレイ仕様。ハイビジョンで映し出されるゆいかおりの二人。若さ、可愛さ、儚さなど、ゆいかおりの今が最高の画質で保存されていて感動しました。すごい、すごい語ってるな。そこでかなたんに質問があります。アルバムのリード曲である、ジャンピンバニーフラッシュの PV をハーハーしながら見ていて思ったのですが、ゆいかおりのお二人って最近バストアップしてませんか？何言ってんの？主にフィールドワークを得意としているゆいかおり研究家として、世界的、権威のかな教授のご意見を聞かせてください。知りません。私は足しか見てないので。ハレンチナ。ねえ！ハレンチナメールよこさないでくれる？まあ、ジャンピングバニーフラッシュが聞けたからいいけどさ。かわいいね。バニーだよ。タイトル。ジャケットどんななのかな？え？バニーかな？バニーちゃんになっちゃうか！二人とも。いいね。編みタイツ？うわぁ。それか、こうもふもふのなんか、うさぎの、ちょっとこう着ぐるみっぽいの着て、なんか、カリカリ人参を。人参をカリカリ食べている二人とかね。あとはそっか、ジャンピングバニーフラッシュですから。なんかこう、スカートがめくれ上がるぐらいのね。ジャンピンだよ。だって、うさぎの飛び方半端ないからね。ビョンっつって。いいじゃない。これかけるよ。今日かけちゃうよ。いい情報ありがとうございます。